国分太一が森田坊の結婚を祝福するも、電話番号を知らないと告白時代の国分太一が21日放送の、ビビッと、デブイ録の森田坊の結婚を祝福した一方で、全く電話番号も知らないという状態なんですよね、と告白、皆さんと同じ状態で、私も、結婚報道で、知りました、とも語っていた。